さあ皆さんこんにちは。本日も地球防衛軍の動画を撮っていきましょうか。で、今日のテーマですが、なんと開発者インタビューで、アイテムの自動回収導入しない理由、こちらが明らかになりました。おそらくこれに関しては多くの方が疑問に思っていた内容じゃないかなと思っていて、なんとこの開発者インタビューでは今まで謎だった部分が続々と明らかになってきております。ですので今日はこちらについて取り上げていきましょう。そしてその前に、地球防衛軍好きだぜっていう方はぜひこのタイミングで高評価ポチッと押していただけると非常に嬉しいので、地球防衛軍好きの方はよろしくお願いします。では早速中身に入っていきましょうか。まず地球防衛軍シリーズは来年なんと20周年という節目を迎えます。特に思い出深いタイトルはございますかっていう、このような質問がございますね。で、それに対して岡島さんは、やっぱり最初のザ・地球防衛軍ですね。当時はシンプル2000シリーズの一つとして、毛色の違うタイトルをリリースする形だったんですが、それがなければ現在はありませんと。これはすでに色々なところでお話しさせていただいていることですが、最初にザ・地球防衛軍の企画が上がってきた時って、弊社の商品化会議では賛成と反対の意見がちょうど半々ぐらいだったんですよ。なるほどね。じゃあこの商品化会議で反対が多ければ、このザ・地球防衛軍どころか、今発売している地球防衛軍6、もちろん発売することはなかったっていうことか。まあそれを思うと、当時のこの商品化会議っていうのはとても重要なウェイトを占めているのかなっていうところですね。結果的にはやってみて良かったのは間違いなしですし、結果的にはやってみて良かったのは間違いないですし、D3 パブリッシャーあるあるとして意見が真っ二つになったものほど後にヒット商品になる確率が高いという法則があるんです。かっこ笑い。反対に全員が良いと感じるような一見そつない企画はヒットしなかったり、他にはない光るものがあるからこそ、肯定的から悲観的なものまでいろいろな意見が出るのかなと思っていて、地球防衛軍もその法則にのっとってヒットしたシリーズとなっております。なんかめちゃくちゃ奥深いね。シリーズの歴史の中で大きな転機となったのはどのタイトルだと考えていますか？転機という意味では、初めてフルプライスの商品になった地球防衛軍3でしょうか。今思い返しても、あの時の決断は間違っていなかったと思っております。3がなければ、その後のシリーズもまた違った形になっていたかもしれません。懐かしいね。画像は Xbox360 版地球防衛軍3のもの。ゲームシステムの根幹部分は第1作から大きく変わっていないかと思うのですが、大幅にシステムを変えようという話が出たこともあったのでしょうか。私の知る限りではないです。もちろん進化するべきところは進化させるけど、変えない部分はそのままにするというのは、私とサンドロットさんの間での共通認識だと思います。ただ3の時はグラフィックをハリウッド映画的なアプローチに変えつつ、2にあったペールウィングを削除するということもやっていて、シンプルシリーズ自体とその後では明確に線を引いて仕切り直しているつもりです。低価格のシンプル2000シリーズ自体はやはりかけられる開発費に限りがありました。それを取っ払って、価格的な満足度よりもコンテンツとしてエンドユーザーさんが満足できるようなゲームとなるように構造を変えていったと、そのような形で書かれておりますね。なるほど。だからまあ3が一種のシリーズの転換点みたいな感じなんですね。そしてこれだね、本題ですよ。これが聞きたかった俺は、アーマーやウェポンの自動回収化については検討されたことはありますか？これはね、6の動画を上げていても、これに関しては以前からずっと言われ続けておりまして、自分の動画のコメント欄でも、いやーそろそろ自動回収化対応しようよとか、なんで今の時代に自動回収じゃなくて手動なんだよみたいな、まあ、そういった文句が結構ついていたわけですが、ようやく公式がここに言及してきたか。これはかなり大きい内容かなと思いますね。実はそれについても私の知る限り一度も話題に出たことはないですね。マジで？いや、それは嘘でしょう。いやいやいや、これはね、話題に出てる感じがするけど、どうなんでしょうか。地球防衛軍のアーマーとウェポンは、あくまでも、プレイヤーが任意で拾うもの、努力する要素なんだと思います。なるほどね。あれが自動で回収されてしまったら、便利な一方で、
目に見えないゲームの面白さを削いでしまうのではないでしょうか。あー、なるほどね。だからまあこれが一種のやり込み要素みたいな感じなのか。まあそういった意味だと、ゲームエンディング迎えて、その後に真のエンディングコンテンツ、まあ真のエンドコンテンツとも言える、まあそのような要素になってるってことですね。なるほど。アーマーにしろ、ウェポンにしろ、基本的には全部拾わなくてもゲームは進められますよね。あれは誰もができるやり込み要素という位置づけであり、決して変えてはいけないところだと考えています。っていうことは、今後の例えばセブンとかエイトとかナインとかテンとか、まあそういった地球防衛軍が出たとしても、ここの部分は今後も変わることはないと、まあそういったことでしょうかね。あとこれは、私が最近気づいたことなんですが、地球防衛軍って地球を守るという前提が表向きにあるのですが、実は目的達成のために赤と緑の箱を集めるゲームなんですよ。なるほどね。なんかそう思うと面白いね。確かに地球を守るっていうのが大前提に押し出されているゲームだけど、その過程においてアーマーであったりとかウェポンであったりとか、それらを回収して地球を救っていくと。なので真の意味で言うと、赤と緑の箱を集めるゲームと、まあそういったことを言ってるわけですね。なんかめちゃくちゃ意味深ですね。なるほどなるほど、よく理解できました。ありがとうございます。なるほど、そういう考え方もありますか。そうなんだよな、すげえ面白いよなこの考え方。ミッションに失敗しても、途中でアーマーとウェポン拾えていれば、キャラクターが成長して再挑戦するときにほんの少しだけでも楽になりますよね。ある意味、赤と緑の箱の回収はミッションクリアよりも優先度が高いとも言えます。またミッションクリアするまでの間に何をしたかというのも大切なゲームの思い出になると思うんです。例えばエアレイダーのユーザーがマップ地を転がって移動し、全部の装備を回収するのは大変だったかもしれませんが、その見返りとして欲しかった装備が手に入った時は一層嬉しいですよね。しかもアーマーは取れば確実に体力が上がるのに対して、ウェポンは開けるまで中身がわからない一種のくじ引き要素になっております。この二つはとても良いバランスで存在し、実のところナンバリング EDF のアイデンティティを形成している重要な要素だと思いますよ。なるほどね。なんかすごいなと思いました。まあ確かにモンスターハンターであったりとか他のゲームにはない要素ですからね、こういうアーマーっていう要素は。なんかすげー面白いな。まあ確かに、まあ敵を倒すこと、モンスターを倒すことによって強い武器が手に入ると、まあそれっていうのはゲームでは常識的な話になってくるけど、こういうアーマー要素ってさ、言われてみると地球防衛軍ぐらいしかないからね。なんかそれを考えたらすげー面白いなと感じましたね。なるほど。すごいな、本当によく考えられてますね。で、次、これもめっちゃ重要な要素、6で今後予定されているダウンロードコンテンツやアップデートについて現段階で、いやーこれめちゃくちゃ面白いね。すげーなマジか、公式にそんな意図があったんだ。いやこれね、めちゃくちゃね、話が深くて面白いなと感じました。まあとりあえずそういった形でね、今日はアイテム自動回収、こちらをテーマにお話をさせていただきました。まあこちらに関してはですね、本当にずっと賛否両論あったので、まあ公式さんの意図っていうところが今回知れてすごく良かったなと思いましたね。いや、そんな意味とかそういった意図があったんだと思うと、まあすごい面白いなと感じました。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも地球防衛軍6の動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく地球防衛軍ないしはゲームが好きな方であればチャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽にチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてここまで見ていただいた方は高評価も忘れずにポチッとよろしくお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。